日本で見られる代表的な設計の一つ、白馬大雪景、夏山登山などで設計が、登山道として利用されている年間を通して、巨大な設計が育上にも見られる、アンナプルナ連邦設計とは、鉱山など、標高の高い場所の谷や沢の積雪が溶けずに残った地帯、または、積雪で覆われた渓谷。鉱山では、標高が高いために年間を通して気温が低く、 積雪が溶けずに残ることが多いが、特に谷では、積雪が残りやすく、日本でも2000メートルを超える地帯では、夏でも雪解をしばしば目にすることができる。越年するものは万年雪とも呼ばれることがある。硬化し、雪よりも氷に近い場合が多い。また、白馬大設計のように固有名称としても使用される。越年する設計の下には氷体が存在する場合がある。 富山県の立山の五枚沢設計、及び、剣岳の山の窓、小窓設計に存在する氷体は、年間を通じて流動しており、日本で数少ない氷河であることが確認されている。代表的な設計の一つである、白馬大雪計は、幅100メートル、長さ3.5キロメートルにも及び、日本三大設計の一つに数えられる。設計の上に続く、長い行列は、 白馬だけの風物詩となっている。また、山名自体が特徴的な設計に由来する場合もある。このように、設計は山を形成する重要な要素の一つと言える。設計の歩行には危険が伴うため愛禅などの補助具が必要である。また、クレバスができていたり、設備を形成している場合もあり、歩行には十分な注意が必要とされる。季語としての設計は夏の季語。 分類は地理。通用語とは少し違って、季語としての設計は残雪や万年雪の見える夏の鉱山の渓谷を指す。古記語としてクレバスがある。ありがとうございます。